生リーベジュ学園より愛を込めて、皆さんごきげんよう。テレビアニメ私のいるお仕事です、白鷺姫役小倉優衣です。ごきげんよう、綾小路美月役上坂すみれです。ちょっとおひとやかだね。ごきげんよう。あ、いいね、その感じでいきましょうね、この番組はついに放送が始まったテレビアニメ私のいるお仕事ですを盛り上げるために、私たち二人が外面と本音を駆使して最新情報や魅力をお伝えしていくラジオ番組となっています。よろしくお願いします。ちょっとキャラ違うな。よろしくお願いします。いつも知ってるスミピじゃないな。生配信はね二人でやったんですけれども、ねえー、おラジオもスタートしたということで。これ大変だよ、この先まだ30分ぐらいあるからね。無理かしら。無理かな。無理か。ね、バッチリのコンビネーションを見せつけましょうって書いてありますけど。そうだね、やめよう。はい、よかった。まだ1分も経ってない。またゆりやん、はい、さあ、差がすごい。いや、でもね、うん、始まったからね、すごい嬉しいよ。うん、ねえ、うん、ようやくというか、ね、念願のというか、2人でのラジオ、意外になかったもんね。そう、なんか、私たちラジオっていうのはなかったよね。なんか、お互いのラジオにゲストとかあったけど、うんうんうん、二人でパーソナリティっていうのがね、そう、しかもね、作品でね、嬉しいですよ、ね、はい、はい、まあ、シュベスターということなんでね、シュベスターということで二人でね、はい、そんな空気感も出していけたらなと思っております。そうね。お、戻った戻った。それでは早速始めていきましょう。皆様本日はごゆっくりどうぞ。この番組は私のゆりは制作委員会です、一人者の提供でお送りします。カフェリーベジュ学園より愛を込めて。改めまして、小倉優衣です。上坂すみれです。早速ですが、アニメの放送が始まったばかりということなので、うん、改めて作品のイントロダクションと、うん、私たちが演じるキャラクターをね、簡単に紹介していきましょう。お願いします。ここは架空のお嬢様学校、定員同士がシュベスターとなり清らかに美しく給仕をするサロン。日頃より誰からも愛されるような振る舞いを心がけている姫は、とあるきっかけでリーベジュ学園の生徒として給仕をすることに。そこで出会った女生徒綾小路美月を何気なくお姉様と呼んでしまい、そのすらと本音が先見られるお給仕生活始まりますということで、もうなんだよ今の BGM は。いや、優雅なさ曲が流れてるから。優雅だったかな。ちょっとさ、手助けしようと思って。あ、そっかそっか、ありがとうね、盛り上げようと思ってね。いや、すごいね、伝わったと思いますけど。そう、優雅なお話なんですよ。すごい気が取られちゃった。ね、まあ皆さんも聞き慣れた番組説明だったかなと思いますけども、うん、ね、外面とね、本音がね、こうかなりキーポイントになってくる作品ですね。そうですね、まあ、うん、いろいろあの配信とかもやってたりはしてるので、うん、なんとなくね、この世界観かなっていうのはすでに伝ってるといいなと思いますけど、うんうん、いよいよ放送がね、開始ということなので、一緒に盛り上げていければなと思いますよ。はい、はい、じゃあキャラクターの説明もね、していきたいと思います。お願いします。まずは私が演じる白鷺姫ちゃんからですね。うん、姫ちゃんもとにかく可愛い女の子です。可愛い、はい、まあ、彼女はもう玉の腰をね、祈ることを夢見て、うん、あの可憐な外面をね、駆使して振る舞っているわけですけども、うんうん、まあ、とあることがきっかけで、うん、このカフェリーベジョ学園で働くことになって、はい、美月をお姉様と呼んでしまい、というところから物語が始まります。そうなのですよね、はい、1話は特にね、姫ちゃんは結構かわいそうな目にあって姫ちゃんはね、そんなに悪いことしてないんですよ。そう、実はね、そう、あー、ぶつかったこの手どうしてくれんねんみたいな。そうなんですよ、物騒なね、割とそう、割とね、始まり方、あの導入部分はね、うん、割とちょっと人侠者系の ね入り口っぽいんですけれども、うん、まあでもね、行った先がね、リーベというね、うん、そうなんですよ、麗しい世界だったという、はい、もうそこで楽勝じゃんみたいな感じで、うん、もう姫ちゃんは外面が得意ですからね、はい、うん、ね、導かれていきます、まあ、なんですけどね、うん、だからそのノリでお姉様ってね、そう言っちゃったら、うん、ね、ブチ切れられるっていう。もう
ぶち切れると思わないよ ね, ねだって合ってるじゃん、うん、解釈的にはそうなんで、っていうねそんなぶち切れ美月さんはい私のぶち切れお姉さんこと綾小路美月さんについてご説明しましょう、はいうん、お願いしますリーベジュ学園の2年生一見優しい先輩でしたがカフェ以外の場では姫にトゲトゲしく当たってしまう、うん、それには何か原因があるようでかなり1話でねあの外面とこの姫ちゃんに対する本音のこう温度差がねインパクトだったんじゃないでしょうかという確かになんなら1話で一番ね差があったの美月じゃないってぐらい、うん、そうもう ね, ねあの切れ飛ばしてたよね切れ飛ばしてたいいね切れ飛ばすっていう言葉はいいねいいね気に入ってくれたまさにね、うん、めちゃくちゃもうなんかあの、うん、ようこそリーベジュ学園へって感じだったのに、うんあんたすごいよね情緒がねそうなの序盤はね特にだから1話だけ見た人は、うん、何これって感じだと思うので確かに確かにぜひねあのワンクールね見ないと見そうみんなの本当の気持ちが ね, そうだね今だとやっぱちょっと嫌なお姉さんになっちゃって、うんてる可能性もあるからね初めて見た人はそうなんですよね、うん、かなり描かれ方があのそういう感じにまあ原因がね何なのかっていうのをそうそうそうちゃんとあるから、うんうん、見届けてほしいキャラクターになっております、はいまあ、そんなキャラクターたちがね出演したアニメ1話がね、うん、ようやく放送されましたいや嬉しい、はい、1話ようこそリーベジャ学園へということで、はいまあ、姫がなぜこのリーベでね働くようになったのかっていうところが分かったり、うん、あとはこうねギャル先輩からの壁ドンねこれも印象的だったと思いますよあんな雑な壁ドンね壁ドンって言ってましたからねゆめちゃんも、はい、そして事務所に呼び出されてゆっくりね説明されるっていうねまいさんからねでもノリがね、うん、もうたけしの映画なのよね、うん、確かに映画っぽいよねそうあの始まり方事務所来ようかみたいな、ねね、でもねまいさん動いてるんだよな手が要所要所でそうあのね、うん、パソコンとかねいじれる人はね怪我してないんですよねようこそリーベジョ学園って時もね腕がバッと開いてましたからそう一体どこを痛めたんですかっていうまあでもね、うん、あの姫ちゃんを何としてもこうねリーベに引き入れたいという思いもあったのかなっていう、ね、営業というか、うん、勧誘技術といいますかかなり敏腕な営業所にゆくゆくはね、うん、なっていくんじゃないかちょっと社会人になった舞さんが楽しみですけど ねはいそんなこんなでね、うん、美月と姫なんかの出会いも描かれてましたけど、はい、まあお姉さんとね姫がねふた呼んでしまったことがここまでねそう大きなことになるとはっていう感じなんだけどこのね、うん、リーベではお姉様というキーワードがどれだけ重い意味を持つのかそうそうそうちょっとさ注意事項に書いておいてほしいですよ ね来校者の皆様へってね本当にまさかあんなことになるとはって感じだからねそう事前にね教えてよって感じなんですけれども、うんうん、そしてね姫ちゃんはとにかくセリフ量が多いんですそうね1話特に多かったどうだったいやもうやっぱ1話ってこう物語のなんかこうテンション感を左右するすごい大事なね、うん、ところだから、ねうん、そのなんだろうこう物語の落差みたいなのやっぱ姫が作ってかなきゃいけないっていうのがあったから、うん、すごいねプレッシャーはあったけど、うん、とにかく頑張ろうと思ってゆいちゃんってアフレコする時になんか緊張したりはするの？するんだ、うん、でも昔よりはだいぶなんかなくなった気もするけど、うん、でもなんか姫はもうとにかくずっと喋ってたから、うんうん、なんか台本ちゃんとめくなきゃとかすごいよ、ね、タイム合わせなきゃとか落語のように喋っていたよね一人でねそうだからそっちの不安が大きかったなんかこうちょっと技術的にミスしちゃわないかなみたいなところが確かに止まっちゃうとさちょっと気持ちが切れちゃうかもってね、うん、思ったりするからすごい集中力も試されたし、うん、あとね結構ディレクションも細かく、うんうん、あのこうここはこうでっていうことをこう指示していただいたから、うん、それをこう台本に書き込んで、うんうん、
なんかこれ全部やるのかみたいな感じで、すごいなんか目まぐるしかった。特にね、まあ、1話がかなり、そうあのなんだろう、山場というか。そうだね、でもね、もう本当にそのゆいちゃんに本当姫はぴったりな、いや嬉しい、キャラクターだから楽しく本当演じさせてもらって、なんかもうそのキラキラした表情もなんかこうとか、ないないないみたいな、このモノローグみたいなところも、あの全部含めてやっぱゆいちゃんがやるから、こう姫が可愛くこう見えるっていうのもすごくあると思うので、ありがたい。なんかね、こう、嫌な子にならない加減でこうね、うまくこう本音をね、そうどこまでこう言えるかっていうところはね、ちょっと意識して、ちょっと間違えるとあのクソガキ系になっちゃうじゃないですか。そうだよね、ちょっと本当性格がね難しいんですけど、そう難しかった、そう、さすがのこうキャラクター作りになっているので、嬉しい。まだ見てないよっていう人はぜひね、見てほしい。あと1話からオープニングとエンディングも ねしっかり動かれていて、昨今のアニメだと結構珍しいよね。いや珍しいし、なんかどっちも違うテイストで絵が描かれてて、いや本当にすごい素晴らしかった。なんかオープニングのパステルっぽいなんか色使いとかもめちゃくちゃ可愛くて、可愛かった。本当にね、なんかキラキラしてて、ね、オープニングエンディング全然違うテンションの曲だけど、そうだね、どっちもぴったりな曲になってますね。ぜひ感想もね、たくさん送ってくださいね。はい、じゃあメールを紹介しましょう。はい、ペンネームバリントンさんからいただきました。ありがとうございます。小倉さん、上坂さん、ごきげんよう。ごきげんよう。綿よりアニメ化おめでとうございます。ありがとうございます。原作の7巻発売記念 PV からお二人に続投していただけるということで本当に嬉しい限りです。小倉さんの本音と外面の演じ分けや、上坂さんの優しくてキレデレなお姉様としてのアフレコを聞いていると、本当に姫ちゃんと美月さんのイメージにぴったりだなと思います、ラジオでも小倉さんのカノコ愛あふれるトークや、上坂さんのおしとやかな話を拝聴するのが楽しみです。おしとやかな話、あ、そうね。ゆいちゃんはどう思った？そうね。何も話せないこれじゃ。やばい。何も本音が裂けさせない。中の人と外の人はちゃうねん。ごめんね。いやでも PV からご覧いただいているということで ね嬉しいよね。こんな嬉しいことはないよね、こう声優の身からすると。そうなの、もう原作 PV をやることって結構あるじゃないですか、その時に頼むから、そう頼むから本当に願ってる、いつも。そう頼むから、お願いします、このままお気に召したらぜひって思ってたんですけど、しかもこの PV 撮る時に、もうゆいちゃんが姫ちゃんやるんですっていう話を私確か先に撮って聞いたから、もう嬉しくて嬉しくて、もうなんかこれはぜひアニメになってほしいって。でもなんか結構間髪なんか挟まずに結構すぐアニメ化、あだったから、そっか、なんか嬉しかった。なんかテンポがそう早かったというか、そっかそう話いただいた時に、そうだよね、と思って、アフレコ結構前だったもんね、ね、それが今ではこう制服までね着させていただけるようになってね。本当だね、本当に綿よりライフを今ね、私たちも満喫してるので、バリントンさんもぜひねアニメをしっかりと見ていただければと思います、お願いします。ではもう一枚紹介したいと思います。はい、こちらペンネームひげぞうさんからいただきました。ひげぞう、ありがとうございます。ゆいちゃん、すみぺ、こんにちは。こんにちは。またよりラジオ放送開始おめでとうございます。ありがとう。しかも2人でのラジオということで興奮しております。興奮してんじゃねえよ。お、本音がちょっと聞こえたかな。 ありがとう。これを書いてる時はまだアニメの方は始まっていませんが、昨年12月にあったゆいちゃんも登壇した先行上映会で1話は視聴済みです。最初は実際のお嬢様学校の話かと思っていましたが、実際はいわゆるコンカフェでのお嬢様キャラ、店長にはめられて働くことになってしまった白杉姫役のゆいちゃん、何やら姫に厳しい綾小路美月役のすみぺ、さあどうなるな1話でした。このラジオもアニメも今後のお二人の掛け合いが楽しみですといただきましたよ。ありがとう。ありがとうございます。そっか、先行上映会もね、うん、12月だからもう12月には1話が
できてたことだね。そうそう、有料。そうなんですよ。すごい、安心しても見届けられるね、うん、この方はおそらく先行上映会で初見だったんだ ね初めてこの物語自体にも触れたっていうことなんですけど、でも確かになんか PV とかでもちょっと学園物詐欺してるっていうか、うん、ここはみたいなあのでもそれでいいですって言われて、声のトーンとかもあえて今回は嘘つこうみたいな感じで、そうそうそう、わざとそういうディレクションだったんだよね、うんうん、だから見た人が、あ、そういうちょっとタイが曲がってて余計のお話に、ね、かと思いきやね、思いきや結構ね、そう、あのここからドロドロとお仕事ですからいろいろあるんですよね。そうなんですよ。リーベの時給気になる。確かにコンカフェだから、アルバイトだからね、どのぐらいなんだろうね、上級生になると昇級とかあるのかな。確かにリボンの色によって、ね、バイトでも正社員とかの人もいるのかな。マイさんとか ねなんだろう、チーフマネージャー、その辺のリアルな事情も気になるところですけど、お給料日会あるといいなねえ、ね、OVA とかで確かに、ね、どうなんだろうね、かの子が昇級してるみたいな、私より学んでるみたいな、リアルだな、リアルだなそんなところが描かれるかどうかね、どうかね、ちょっと期待しながら、あるかなそんな急にあるかなね、見届けていただければと思います。はい、引き続き皆さんからのメールは何でもお待ちしています、はい、ではここで一曲聴いていただければと思います。テレビアニメ私のいるお仕事です、オープニングテーマ、小倉優衣で秘密メロディ。世の中にあるどんな言葉でもエレガントに変換してしまうエレガント変換のコーナーです。スミペ、今日のお題はこちらです。あー、今日花粉やべー、くしゃみ止まんねーわー。はい、ではお願いしますあー、なんてこと本日はお花粉やべーですわ。くしゃみも止まんねえですわ。カフェリーベジョ学園より愛を込めて甲高い素敵、あ、優しかったここでカフェリーベジョ学園からのお知らせです。私小倉優衣が歌う秘密メロディーは4月19日発売、さらに6月7日にはサウンドトラックの発売も決定、お楽しみに。テレビアニメ私のゆりはお仕事ですのブルーレイが全3巻で発売決定です。
第1巻は6月28日水曜日発売、第2巻は7月26日、第3巻は8月23日に順次発売予定です。みまん先生書き下ろし漫画が掲載されたブックレットやオリジナルドラマ CD など豪華特典が盛りだくさん、各法人で予約受付中になります。詳しい商品情報特典については公式ホームページをご覧ください。私の入りはお仕事です。原作はコミックゆり姫にて好評連載中、コミックスは第1巻から第11巻まで発売中です。5月17日水曜日には最新第12巻と公式コミックアンソロジーが同時発売予定です。お楽しみに。ではここで原作の魅力を伝えるこちらのミニコーナー、今週のゆいちゃんレコメンド。原作の中からお気に入りの一コマやワンシーンなどをご紹介するこちらのコーナー、今日の担当はゆいちゃんです。はい、今回おすすめするのは1巻でですね、アニメの1話にもちょうど登場したシーンになります。こちらですね、姫がリーベジョ学園にね入ってしまって、初めて頑張る全力の外面演技、白鷺姫1年生です、皆さんよろしくお願いしますというセリフ。あ、はい、ここね、こう半ページにわたって描かれてるんですけど、かわいい。そう、もうね、まあ、姫といえば外面ということで、めちゃくちゃ可愛くね、この姫のお顔とか表情とかも描かれてるし、このリーベの外面してる時によく出るこのお花とか、ね、あのキラキラのエフェクト、これがかかってるところがねお気に入りでございます。確かに、はい、めちゃくちゃ可愛いですね、はい、皆さんからのおすすめもぜひ送ってください。原作コミックスは11巻まで発売中です。こちらもご覧ください。そして今日紹介した作品の最新情報は公式サイトや公式 SNS にも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、今週のカフェリーベ女学園からのお知らせでした。カフェリーベ女学園より愛を込めて。外面本音お悩み相談室。皆さんからいただいたお悩み相談メールに、私たちの外面を駆使しながら親身になって相談に乗っていくコーナーでございます。ただ最後はくじで選ばれたどちらかが本音でバッサリと切らせていただきます。まあ困ってる人がたくさんいるらしいですわ。はい、お姉さま、しっかりお話を聞いて差し上げましょう。もちろんですわ、はい、では早速ご紹介いたします。お願いしますわ、はい、ペンネームキトキト様よりいただきました。小倉さん、上坂さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私は生まれてこの方、遅刻癖が治らなくて悩んでいます。あら。仕事やイベントなどは絶対に遅刻しないのですが、友達との約束となると話は別、必ずと言っていいほど遅刻してしまいます。まあ、遅刻癖の対策などご存知でしたら教えていただけますでしょうか、といただきました。なるほどですね。お遅刻されてしまうのですね、お姉さまいかがですか、お遅刻癖ということですけれども。お姉さまも時間通りに向かうつもりでしたのに、なぜか5分ぐらい過ぎていることがございますの。わかりますわ。なぜかあの5分何なんでしょうね。おマップに書かれている徒歩の分数よりも時間がかかりますの。姉さん、もしかしてやっぱお上品に歩かれてるから、あの普通のおマップの換算よりも時間がおかかりになるんではないでしょうかね。私もしかしたら、あらゆる世界のことに気を取られて、つい歩みが牛歩になっているかもしれませんの。まあ、それは仕方ないことでございますね。ゆい様はどうなさっているの？はい、私は、まあ、こういった遅刻癖対策をするために、お家のお時計のお時間をですね、少し早めて、まあお鳩様が先に泣かれるのですね。はい、行くっていうのは、おすすめのテクニックでございましたよ。この5分前行動というのを、こうお時計様が教えてくださるのですね。そうです、その時計を信じ込むということがね、大事でございます。でも慣れてくると、これ5分進んでるから今この時間だなって風になってきてしまいがちなのですけれども、まあそれでは意味がないじゃないですの。そうなんですよね。だからどうしたらいいのですの。こまめにちょっとね、ペースを変えていくっていうのがね、
おすすめでございましたよ。なるほどですわね、うん、やはり普通に過ごしているだけで、うん、お時間というのは経ってしまうものですからね。いたしかたないことですから、うん、責めるわけでは責めるべきではございませんわね、うん、いたしかたないです。それでは最後にね、本音でお一言お送りしたいと思いますよ。お願いしますわ。じゃあ本音くじ引きたいと思います。こちら、これがおくじですの。はい、あらやだ、私ですわ。ゆい様、はい、いかがですの。はい、では行きますわ。遅刻してんじゃねえよ、友達に迷惑だろ。とっととご支度して、とっとことっととっとっと支度して、早く早く行け。燃え死にましたわ。あの、私燃え死にました。本音の方が可愛いってどういうことですの。なんかちょっとね、ちょっと待って、ちょっとちゃんと言えなかったね。僕、あひまわり大好き。あひまわり大好き。あ、お喉を大事になさってお姉様。あ、お姉様は酒粕ですから丈夫ですのよ、喉が。酒粕。おほほほほ。では、はい、お次のお方に参りますわよ。うん、フレキスチャンネル様のお悩みでございます。うん、自分の悩みは手紙など文章を書くときの表現がうまくできないことです。うん、相手のことを考えて文章を考えて実際に書いてみると、うん、なんだか読みづらい感じで、長すぎる文章は読む人が面倒だろうと思っています。うん、どうしたらいいのでしょうかという、うん、とてもね、繊細なお悩みをいただきました。お手紙、お手紙ね、私たちもね、ありがたくもいただくことありますけれども、うん、でも私としては、うん、あの長いお手紙をいただくととても嬉しく思いますわ。うん、じゃあ人によってね、受け取り方が異なるということなんでしょうかね。ゆいちゃんはこの、うん、どうですの、この長い、私は、はい、あの簡素にまとまっている方が、あら、あの嬉しいタイプでございましてね。ただその書いてくれたっていう気持ち自体はすごく嬉しい。それは伝わるけど、実際にまあなんだろう、自分がこう出す側となった時のことを考えると、やっぱりなるべくコンパクトに、なんかこうまとまる文章を自分を心がけていつも書いてますわね。ゆいちゃん自身はこの相手がね、はい、うん、こう読む労力まで考えていられるということですわね。うん、なんて素晴らしい心がけなのでしょう。確かにね、うん、年賀状とかはいいですものね、明けましておめでとうだけで、うん、確かに潔くてシンプルで、ね、長文の年賀状なんて見たことございませんものね。うん、そうですわ。うんうん、人の気持ちなんて短ければ短いほど要点がまとまるということですものね。オラインのオラインお文章とかどうなさってます、長い方ですの。オライン、オラインオラオラインゆいちゃん、オラインをご存知ないようですわ。存じ上げておりますわ。本当ですの。緑の、あ、そう、あの四角いオラインっていう通知が来るやつですわね。オラインね、ピッピーってもありますわね。オラインはそうですわね。あ、でも私が、うん、あのゆいちゃんとオライン交わしてる時は、うん、結構ゆいちゃんはとても短く、私短い方ですの、短くなんかわからないのですよね、うん、自分ですと。あ、でもかなり要点というものをまとめてらっしゃいますし、うんうん、ゆいちゃんのすごいなと思うところは、うん、こうオラインをずるずると続けるっていうのが、うん、こう世間一般のお悩みだと思うんですけれども、うんうん、ちゃんとこう会話を終わらせるときに、うん、カワウソ様のスタンプを、カワウソ様のスタンプで、おスタンプで、すごくお可愛らしいカワウソ様で締めていただくのが、うんうん、あ、ここで綺麗におやすみみたいな感じで終わらせていただけると、うんうんうん、あのゆいちゃんはあのご就寝なされたんだなっていうのが分かって、とても分かりやすいですわ。それは確かに伝える努力してるかもしれませんね。そうですわよ。まあ、ちょっと相手に対してどこまでこのラリーをね、うん、お続けになるのかっていうところで
気を使わせないようにね、オンラインっていうのはね、時間泥棒とも ね言われていますから。確かに、うんうん、はい、嬉しいですわ、お姉さまからそんなこと言っていただけるなんて。ゆいちゃんの LINE はとても読みやすいですわ。嬉しいですわ。ゆいちゃんですわ。あらやだ、あらどうしましょう。な、何の話でしたっけ。あ、文章ね。うん、わかりました。はい、なるべくコンパクトにまとめてくれや。なるはやで句読点とか丸で締めてくれや。そこんとこよろしく頼むよ。はい、かわいいネット民みたいだったね。すごい。ネット民にかわいい CV つけたまとめてくれや。いや、もちろんね、あのまとめやすい形で送ってくれて、もうこれがプレッシャーになってお便り減っちゃったらもう悲しすぎるんで、皆さんの、ね、気持ち嬉しいので、書きやすい形で出してくださいね。ほんそれや。はい。はい、はい、ということでここでお時間となりました。引き続き皆さんからのお悩みメールね、もう書きやすい形でお待ちしております。はい、以上、外面本音お悩み相談室でした。カフェリーベジュ学園より愛を込めて。お送りしてきましたテレビアニメ私の襟はお仕事です、ウェブラジオカフェリーベジュ学園より愛を込めて、初回の放送も間もなくお別れのお時間です。番組では皆さんからのメールを募集しています。作品の感想や私たちへの質問、各コーナー宛てのメールなど、どんなことでも OK です。メールは番組の配信ページから送ることができますので、ぜひコーナー紹介も合わせてご確認ください。そしてこの番組には温泉プレミアムサポーターの方だけが聞くことができるおまけコンテンツもあります。ぜひですね、プレミアム会員になっていただいて、こちらも聞いてみてくださいね。はい、ということで今日初回でしたけど、うん、どうでしたかね。アニメも始まって、うん、メールもいっぱい読めて、うん、茶番もできてなんか1回目とは思えないほど、なんかこう自由なしているよね。とても自由な、大丈夫だったかな、本当に二人の世界観が大丈夫だったかしら。まあでも、うん、これがね、外面と本音というものですから。確かにね、入り乱れておりましたね。はい。ね、アニメの放送に合わせてね、この先もね盛り上げていけたらと思いますよ。はい、というわけで以上、ここまでのお相手は白崎姫役小倉優衣と綾小路美月役上坂すみれでした。本日もご来店ありがとうございました。ごきげんよう。この番組は私のゆりは制作委員会です、一人者の提供でお送りしました。